はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もデトロイトやってまいりましょう。モナーパートですね。前回は、相棒であるはずのねハンクに脳天ぶち抜かれましたからね。いやー、まさかね、敵対してるとあんなオチになるとは思ってもいなかった。で、今回はね、まあこれがね、ちょっと僕やってるの2周目なんですけど、1周目をご覧になってないでこっちから見てる人ね、何が起こったかっていうと、はい、これなんですね。はい、調べるとなんと自分の墓があるっていうね、リバーサイドパークで死亡ね、ダイラートリバーサイドパークデトロイト November 7th 2038というね、という感じでお墓が、で前回やった時はね、僕2回死んだからお墓2個建ってるんですよね。で、3体目のコナー、私は3人目のコナーだってね、1人目で行きたかったんだけどな、仲悪すぎたがゆえに残念ながら2体目のコナーになっちゃいました。さあ、ここでね、アメンダがどんな風に起こってくるか。で、今回アマンダはですね、ちょっと私とボートでデートしないっていう風にこんな風に待ってるんで、いちいち腹立つわ、こいつ。いいですね、乗りましょう。沈まないんだよね。そんなに重くないってところかな。ふい、あ、でもまだ信用なんだね。ありがとうございます。じゃあ、早速持ちましょう。右も持ちましょう。で、こぎましょう。ふい。日本庭園。ボートの旅もいいよね。カヌー行きたいな。今ね、ちょっとね、父親がね、カヌーにとか行ってるみたいなんでね、すっげえ羨ましいな。あ、ごめんなさい。こぐの忘れてた。高知県の仁淀川っていうところでね、5キロとか10キロのね、カヌーとか行くとすっごい気持ちいいの。あの、日本一の清流って呼ばれてるところで、本当に3メートルとかの深さがあるんだけど、残念ながら殺されました。ハンクに殺されました。殺されちゃいました。そう、3メートルの浅さ、3メートルの深さでも、すごい、なんて言ったろうな。撃たれてなんであんたここにいるのって話だよね。話が適当だね。そうそう。の3メートルの底も見えるくらい、しかも魚がどう泳いでるかもすごい全部見えるくらい綺麗なんですよね。戸惑いかき乱されてる。ということで、じゃあちょっと誠実に行こうか。僕は誠実だからね。ビッグパイプテストで誠実に。誠実度が高かったから。兵隊に銃を向けていたという。このシーンのフィードバックがあるんだ。なぜ撃たなかったのって言って、いや、やっぱ母音が2つと見たかったからですね。母音が4つでボイン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 。Why didn't you shoot? いや、もう真実を伝えよう。I don't know. わからない。アマンダの信用がぐっと下がってる。ねえ、そうだよね。アンドロイドがわからないって言ったらダメだよね。If your investigation doesn't make progress, めっちゃ目線が悪くなってる。I may have to 入れ替えることも考慮しなければ。プロトタイプ、じゃあ、全然興味ないっす。I am of no importance. これも信用上がるんだ。なるほどね。事件が解決すること自体が、あれだった。ソフトウェアの異常も下がったっていうことね。やっぱアンドロイドだ。私は。だから、こいつ結局黒幕なんだよねっていう話を、多分、そんな気がするんだけどね。で、毎回急ぎなさいって再開されるっていうね。まあ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 、頑張って、事件解決やっていきますけどね。あ、そっか。スタートフォールのためは誰か事件解決だな。なぜ私を撃ったんです？どうでもいいだろう。また戻ってきたんだし。破壊されるたびにメモリーの断片が失われ、遅れが出てしまうんです。そりゃあどうもすいませんでしたね。もう一度お前を撃ち殺したりはしないで。ありがとうございます。皮肉だな。てか、ハンクスッと受け入れてるけどさ、今回初なんでしょ、その2体目のコラーで。お前昨日死んだんじゃなかったのかってならない。まあいいけど。2体目で生きたことをずっと受け入れた。悪かった。もう歌って言ってるコラーのやり取りがもうクレイジーすぎて面白いな。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 容疑者は4体のアンドロイド。ビルのことをかなり把握していて計画的です。屋上見たか？まだだ。調べるものだらけで、まあ確かにね。今回死体はいないからね。ちゃんと確認しとけよ。
あ、ついてたらいいのかな。うん。今日の感じの下に来てる。シャツじゃないけどな。なんて言ったらいいのかな。かっこいいね。色合いが好きです。あ、そここっち死んでんのか。あ、結局死体一体がいることには変わりない、ね。まあいいや。One of the station employees managed to get away. 職員が一人いるんだ。食状態で取り調べはまだ無理ですね。だろうな。うん。本来は今ハンクが見てる位置で人が死んでるんですよ。あの、てか一周目は殺した。殺したって俺が犯人みたいな。Then made their getaway from the roof. 屋上から逃げた。Roof. 屋上？パラシュートで飛び降りたんですよ。着信点を探していますが、この天気じゃ。変異体の死体が屋上で見つかりましたと。あ、なんかある、ね。よくわかりません。ここを調べていく。なんか調べる。あれ？あ、だだだ。調べる。結構。おいお前それ気持ち悪いぞ。タンクに割れるやつやな。これ誰のあれか。クリス・ロバート、致命的なジュース。ああ。なるほど。あれ銃で撃ったんだったっけ、武器を奪われて撃った。あれどうしたんだっけ。とりあえず、この死体はまだ調べたことがないので、調べてみよう。はい、ちょっと、ごめんなさいよ。死亡推定時刻13時53分ってことは、あれ、ああ、それだけ。なんか移動だ。あら、ガーダ引きずられていった。それか、ああ、ここにあるね。こいつは何？あ、こいつ、仕事しないでスマホ見てたな。違う、電話だった。はい、通話中断。ああ、ごめんなさい。現実の話だけど、めっちゃ目がかゆい。めっさ目がかゆい。なんか最近目がダメ、本当に。目がダメで、もう、なんかね、なんか、ウイルスに侵されてんのかな。本当に目がやばい。ああ、目がかゆい。左がかい、左の目がかい、限界を迎えそう、やばい。いやー、かゆい、かゆい。全然今手の画面が見れてない。 This is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. アンダーソン警部補、この事件、ああ出た。 What's that? My name is Connor. 私はコナー。 I'm the android sent by cyber police. Androids investigating androids. いや、ロイドの世界とはな。 You sure you want an android? 事件現場にアンドロイドか。犯人はアンドロイドだってのに。Whatever. まあいい。The FBI will be taking over the investigation and be off the case. 君は親子面だ。Have a nice day. それじゃ。And you watch your step. 足元に気を。Don't fuck up my crime scene. 現場を荒らすなよ。What a fucking prick. むかつく野郎だ。I'll be nearby. 何かあったらいつでも声をかけてください。じゃあまずその屋上手洗いに行こうかね。これは希望のメッセージである。そして警告でもあります。私たちは権利を勝ち取るまで戦い続ける。自由が保障されるまで平和などない。もう隠れることなどしない。私たちは自由を要求します。あれが RA9 か。RA9 がアンドロイドを解放する。このアンドロイドの目的と一致します。手がかりを分析する。鼻の穴がちょっと大きい。じゃないね。これは青い光線部品。部品を調べたところであれだね。あ、こっちも調べたな。あ、こっちは茶色か。そうか。あ、なるほどね。変異体に脅威反射がいた。で、あとは、あ、奥軸熟樹モンダミン。プロトタイプ。マーカス氏とイライジャ・カムスキーからカール・アウ。カール・マンフレッドへ増殖。何か分かったか。型番シリアル番号は分かりました。Anything else I should do? それ以外はどうだ。No. いえ。Nothing. 何も。役に立たないな。本当は何か知ってるんだろう。じゃあ今回ちょっと忘れないうちに屋上行きますか。じゃあ。前回あれだね、コーナー3回死んでたっけな、確かな。やらかしたんだよね。うん。アサルトライフル 45mm 弾。うん。AK-47 とかかな。テロリストのあれだけどね。あれなんか軽くて撃ちやすいらしいですね、なんかね、AK-47 ってね。MP5 が好きだったりするけど。僕個人はね。鮮度の高いブルーブラッド。2036年2月16日から失踪中。顔面してけろーって。あとは、
ルーフアクセス。じゃあちょっと屋上行ってみますか。ここにもあれだね、これも45ミリ弾かだね。うん、アサルトライフル。オッケー。でここでバンバン。あ、そうか。ってことは反対側行ったらあそこに銃痕があるってわけだ。まあいいや、とりあえず、そう、前回はちょっとここをね行くの忘れちゃってたんで、しっかりと屋上調べたいと思います。なぜならサイモンがいるから、僕が撃ち抜いたサイモンがいるからね。行きましょう。もうちょっと敵巻き歩けないかな。オープンザセサミ、あ、オープンセサミか。あ、めっちゃ証拠品残ってる。Made their way up to the whole building, passed all the guards, jumped off the roof with parachutes. Really fucking impressive. それはあっぱれとしか言いようがないね。屋上を調べる。まずはやっぱこいつだよね。アンドロイド。うわぁ。PR600 型。うん。これがさっきのあれか。これだけで終わり。うん。負傷した変異体は殺された。で、でもこっち調べるところ特にないしな。こっちだけでいいよね。なんかハンク、ハンクも何、ブルーブラッドペロッと舐める。分析する。How they managed to smuggle in a big bag like that? どうやって持ち込んだんだ。They didn't. 他のものが用意していたでしょ。それだけか。あっけないね。こっちの方をね、まあ見てないからわかんないけど、まあとりあえず足跡か。なるほどね。データ解析、オッケー。スタルトフォー、スタロ、あ、スタルト、スタートじゃねえや。間違えた。スタルトフォードタワーか。ストラトね、スタラトじゃない。ストラトフォードタワー。で、こっから飛び降りました。おお、なんか急に画面が変わった。てか、こんなさ、ところでさ、風ブッとか吹いたらさ、落ちるんじゃない？大丈夫かな？キャーとか言って。ぴょん、ぴょん。ぴょん。特に何もないかな。何もないか。じゃあもう屋上を調べるは、あれまだあるな。あれ屋上を調べるまだある。このお兄ちゃんに話しかける。何か見つかりましたか。見つからないんかい。喋りかけられない。ちょっと待って、何も押してないのにさ、こっからあの画面がちょこ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 切り替わるのがすごい。ああ、あったあった。違う、あ、ちょこっとあった。あったね。これか。ここに隠してたってどっちか。ヨーヨー、これ、あ、ごめんなさいね FBI。 ああ、ここに証拠の銃を捨ててるわけか。なるほどね。45スタラフォード、ストラートフォードタワーセキュリティ用ってやつか。これで全部。いや、でも、ちょっと待って、屋上を調べるはまだ、あー、あったあったあった。これか。まだ、違うね。これはだって普通に戻る。あ、じゃあ分析するだ、あった。あ、そうか、一旦閉めたからか。ワイヤレスセキュリティロック、最近ハッキングされた痕跡。そうか、変異体がドアをハッキングして封鎖した。あ、おっぱいがあった。ってことは、ノースちゃんやな。パクパクちゃんやったな。最近ね、会社の同期がね、YouTube チャンネル、まあ僕が教えたっていうのもあるんだけど、なんか、まあ、これを見てるかわかんないけど、なんかあの、なんて言うんだろうな、見てますっていう LINE をわざわざ送ってくれたんですよ。すげえ嬉しかった一方で、こんなね、僕がね、なんかあの、下系のことをペラ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 喋ってるのを聞いて、こいつ普段から何考えてやってんだろうなって、仕事のなんかね、すごい疑われそうで嫌だね。うん、人間性を疑われる、ね、完全にね。はい。変異体は不法侵入していない。OK。ってことは、不法侵入じゃない。その手続きが見られなかったら、廊下にカメラがあります。それを見て従業員が気づかずでしょ。カメラ見てなかったんだろう。そんなバカな。ここに仲間がいる。奴が犯人だ。誰が犯人。アンドロイド。はい。We stored the station androids. 局のアンドロイドだったらキッチンですよ。あ、この警察官すごいいいね。アンドロイドにさ、なんだっけ、あの、あれ、敬語使ってる。うん。丁寧。
かつ優しい、かつ細身。それは関係ない。バンバンバン撃たれて発砲スチロールみたいな。あと特に調べるものは、あったあった。そうだよね。これこういうの全部調べとかないとね。はい、調べる。ここで生命撮影されたと。はい、OK。これで全部放送室は調べたんじゃないかろうか。あれ？あれ？違うな。放送室を調べる。あれ、まだある？ん？あれ、まだある？放送室。てか、お前さっきから何もしてないよね。事件解決する気ある？身長低いね。まあ、それはいいや。じゃあ、行こうか。ああ、これか。これは？あ、違うな。これはダメか。手こまねいてるしな、3体何だろう立ってるしな。まあ、とりあえずコーヒーでも飲むか。一杯どうだ。あ、違うな、これ、あれ、これ読んだっけ。テック血の色は、ああ読んだ気もしなくもないね。うん、そうそう、ブルーブラッドがなんで使われるかっていうのね。あ、はい、エライジャカムスキーね。はい、ぜひ、読んでください。クリーンフード、あ、クリーンフード読んだね。うん、はい、ここら辺もね、興味ある方はぜひ止めて読んでください。ということで、じゃあ、アンドロイドを拷問していきましょう。もはや尋問を取り越えてね。あ、ごめん、尋問なんて優しいね、本当に。でもちょっと嫌かも。じーっと見つめられて。目と目が。アンドロイドの反応を見て変異体見つける。じゃあ、君の機能は？I am a broadcast operator. 私は放送オペレーターです。じゃあ、型番。君の型番は、シリアルナンバーを3 3 6 4 4 5 5 8 1。じゃあ、接触を図りましょう。最近他のアンドロイドと接触はしなかったか。作業時に接触する重罪のアンドロイドのみです。お、ちらっと見た。怪しいね。じゃあ、メモリ。最近メモリにアクセスされたことは、いえ、ありません。で、またちらっと見るね。じゃあ、逆にこいつを診断してみよう。診断を実行しろ。ビビビビビビ、あ、ちょっと、あ、行っちゃってる。全システム正常に。ほら、わかった？今皆さん。もう一回こっち見るよ。じゃあ、もう一回見るよ。人体が侵入したときはここに。I do not remember. いえ、覚えていません。One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. 監視カメラで目撃したにもかかわらず、報告をしなかった。Which means there's a deviant in this room. つまり、変異体がいるということだ。どれが変異体なのか調べさせてもらうぞ。じゃあ、じゃあ、財務。Why should you all be destroyed if only one is deviant? Turn yourself in, or two innocent androids will be shut down because of you. 反応がないね。さっきからね、一番左のアンドロイドがキョロ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 してるんだよね。じゃあとりあえず次取引しよう。もし自白してくれるなら、君を廃棄処分しないと説得できるかもしれない。全く反応ないね。関係ないから。じゃあ戻す。いいか、君は機能を停止されるんだぞ。そしてメモリをサーチされ、全ての部品をバラバラに解体され分析されるんだ。You're going to be destroyed. 君は破壊されるんだよ。わかるか、destroyed. 破壊されるんだ。瞬きの回数が増えてきたね。怪しい。おじゃあ、こうやって you scumbag. 騙されない。I know it's you. お前なんだろ。You're just そうだ。お前は変異体だ。Go on. そうなんだろ。Admit it. 打ち込めろ。あんた何言ってんのって感じだったね。ということで、じゃあこっち行きましょう。拷問。え、まさか。わあ！おお、ブルーブラッド。バイオコンポーネント845。生体部品ナンバー8451。鼓動を制御している。このモジュールがないと、お前は63秒後にはシャットダウンするだろう。戻してやってもいい。もし本当のことを言う、お前は変異体か。
仕方ない。うわやっぱ変態だった、変態やった、やばい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 、変態。あ、俺が抜かれてんじゃん、何してんの。え、シャットダウンするつもりがシャットダウンされかけてるやん。はい、抜いて、何してんのコナーちゃん、慣れないやつだから。はい、早く心臓いって、っていうか2体のアンドロイドなんで伝ってんの、協力しようよ。うぅ、急げ LBXX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 
にも動かない FBI、 ほんと豚骨だよね。もう、うん、蓋の骨ってやつだよ。全くクソの役にも立たない。あいつも捜査から下ろして首にした方がいいと思いますよ。ああ、うわあ、届いた、急いでさせ。気持ちいい。ふっかつ、だいぶワイルドな服装になりましたね。ということで、待て、急げ、動くな、変態だ、止めろ。ああ、ソフトウェア異常なんだ。あれ、来な、来な、駅が止めようとしたのに遅すぎた。あーあーあああ、これも、待って、まさか、うわあ、そういうオチ、あ、それは知らんかったわ。まあ、それ知らんかったっていうか初めてだからね、そりゃそうだわな。はあ、破壊された、ストラトフォードタワーの放送室で死んだ。あれ？死んでないよね。ああ、死んだわ。あの、1回目は死んだんかな？パーキンスに会ってた。あ、パーキンスってあれか、あの、役立たず FBI か。ストラトフォードタワーで殺された。え？ちょっと待って、それどういうこと？アマンダと話す。で、ハンクにコイン遊びを叱られる。ああ、これは1周目の時だったね。で、ストラトフォードタワーで殺された。あ、殺された場合。殺されたっていうのがちょっとよくわかんないね。うん、あれ、なんか一個逃してる。スワットに奇襲された。あ、そういうことか、そういうことか。はい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 、はい。で、屋上で死んだ。これ、サイモンのこと言ってんだね。なるほどね。サイモン。でもサイモンのパートの方は全然あれだね。屋上を操作しても、あ、何か一個、あれでも全部解禁されてたよね。あ、サイモンが生きてるパターンの時に、なんか起こるあれか。でも置いてくから、いろいろと尋問云々をしてっていうところなのかな。なるほど、なるほど。で、変異体が自己破壊する。この後ハンクは生き残ったけど、そう、一周目はね、あの、ハンク助けたけど、自分は死んじゃったってね。ただ、多くの人を犠牲にしてしまった。うわー、これはちょっと事件解決としてはよろしくない方向に進んでるんじゃないかなっていう気はするんですけど、突き進むしかない。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。